はい、皆さんこんにちは。チルコミタリです。はい、はい、今日も始めましょう。はい、今日何しますか。いろんなキャラクターで出てくるね。アローラ、今日ちっちゃい僕やおやつ、おやつ、ね、おいしいな、はい、ナッツ、その、コーヒー、コーヒー、はい、クリーム、お大人のおやつですね。はい、そう、これイタリア語で、クレマカフェ、クレマカフェ、クレマカフェ、はい、僕に、まあ、普通、ね、その夏、はい、で、よく冷蔵庫、はい、で、あります、はい、あ、そう、そう、あの、カフェでも飲める、バーズも、し、もちろん、はいはい、結構、そう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 、タコの方は気づいたことないけど、絶対見たことはある、全部のバル、その機械があります、はいはい、透明の機械、ずっと、あ、はいはいはい、コーヒーティーブー、あ、そう、そう、これコーヒー、これしろ、ブルースプーンなんで食べる、そのグラニットと違う、の、え、全然違う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 、うん、そう、食べてみたい、その冷たいけど、そこまでアイスクリームみたいの冷たいじゃないですね、氷じゃない、冷たいだけ、でコーヒーの上に乗せるとかじゃなくて、それだけ注文してそれで食べる、そうです、はい、もしよかったら、はい、コーヒーの上、ケーキの上、はい、めちゃ便利、便利、便利ですね、コーヒーが好きだけど、普通にそこまで、ナトリウム持てない、すぐみんな食べちゃう、あ、すぐ食べてから、なるほどね、はい、まあ、じゃあ材料、材料、はい、OK、 生クリームね、200ミリ、200ミリと、うん、コーヒー、コーヒー、これ70ミリ、だいたいエスプレッソのカップ2つね、はい、とにかくエスプレッソで、もしなかったら、あ、そうですね、はい、さっき彼に説明しました、あっきり日本語でできないね、これ説明してくださいって、それだけ仕事もらったからね、あ、とにかくこれモーカーの機械がもしなかったら、あとエスプレッソのマシンなかったら、普通にあの 70ml の水にお湯に、お湯にちっちゃいスプーン2杯のね、インスタントコーヒー入れて代用できます。そうですね。はい。と、粉砂糖、大さじ、1個。そう、はい。最後の最後のデコレーション、もしよかったら、ココアパウダーか、はい、コーヒーの豆、ほう、その上、はい、かわいいから置いておける。デコレーションだけなかったら、でいいですね。はい。その、もう一つのもの、その、コーヒーも、生クリームも、はい、本当に冷たい。あ、なるほど、ね、だからその作ってから待って、はい、その冷蔵庫に入れてください、はいはい、最後の何分冷凍庫、本当に冷たい。あ、でも凍ったらダメでしょ。凍ったらダメ、はい、これはもうね、冷たいですね、そう、冷たい、はい、これもちょっと5分間最後その、はい、冷凍、はい、わかりました、では始めましょう。はい、スーパー簡単なんで、はい、けど知らなかったら、あ、まあ、そりゃそうだ。開けます。はい、開けます。簡単に開けます。はい。全部入れます。はい。今、始まりましょう、ね。はいはい。ちょっとだけ。はい。ちょっと、少し、もっと、これより、ドロドロになったら、はい、コーヒー入れましょう。あ、まあ、そんな感じ、本当に1分ぐらいよね、そうね、はい、その砂糖、はい、入れます、マリファンね、はい、おわさじ1個と、はい、もう一回混ぜる、ちょっとクリームにならないといけない、はい、ウィップみたい、はいはい、けどコーヒー空いてるからウィップの硬さまでできません、なるほど、けど大体クリームね、はい、なるほど、だからスプーンで、うん、はい、待ちます、後で聞こえない、そのこれ、あ、そうそうそう、はい、そろそろその私たち決めれる硬さね、そう、
スプーンでもらっていい？これもう完璧じゃん、ね、これ生クリームじゃん。でも絶対美味しいやつやんか。こんなのバーにあったの知らなかった。バールにだいお願いします。ちょっともっと私にはもっと固くする。せオッケーオッケー。 allora これこれももしよかったら、はい、もっと砂糖、はい、入れれる。あ、そうね、本当に皆さんのカセロ、うん、そうです ね、はい、これだいたいその冷蔵庫の中3日間、うん、大丈夫。あ、ね、はい、そのもちろん冷蔵庫の外無理ね。あ、そうですね、冷たいやつだしね。そうね。あ、もう早速食べてみる感じ。これはちょっともちろんだいたい何分混ぜたかな。7、8分混ぜました。こんな感じ。ティック。皆さんカフェでこの感じで食べるんや。その皆さんじゃないけど、皆さんじゃないけど好きな人はこれ頼んで。そう、あのね、ここはね、おばさん。何しても。キャブさんもどうぞ。レイゴ。では。あ、美味しい。ちょっとコンパで飲むの。そうね、そうね、そのイタリアで売ってるアイス、そこ。それと思ったんかな。なんか知ってる味がコッパ出るの。けどもっとスッキリしてるというか、あ、私はこの甘さで好き。あ、そう？うん、甘すぎなくて。え、私には、私はコーヒー、砂糖なしね、飲む。私は逆、私は反対にコーヒー、砂糖。けど、うん、そんな感じなやつ。これ、私にはちょっともっと甘かったらいい。と思う。少しもっとね。少しだけ。まあそう、いや、もうちょっと甘くてもいいんだけど、いや、これでも十分私はというか、これ好き。うん、すっきりしてて、だから。とコーヒーの香りがいいね。うん。美味しいでしょ、ちっちゃい夏のおやつ。いや、だからすぐなくなるってわかるよね。生クリームって思わへんもんね。美味しい。そう。あとそのやつ、そのボトルグー、言いましょうか。ああ、そうね。その、さっき言ってたんだけど、そのグロロの機械ないときにペットボトルの中に材料を全部入れてシェイク。そう、その強く2分な、はい、2分か、はいはいはい、してください、うん、そのこれ比べたらその機械ないから、うんうん、ちょっともっとリキッドだからこのまま、うん、これしたらもう本当にそう、ならない、落ちない、けど別に美味しい、全然その少しもっとリキッド、ね、けど全然うん、美味しいと思う。全然、うん、美味しい。ぜひぜひ。その時ももちろんその冷たい、本当に冷たいの材料を使ってください、はいはい、それじゃなかったら、はい、ウィップにならない、特別に、ナッツ、ね、ああ、そうですね。しかもナッツ食べたいもんね。そう、ナッツ食べたい。冬でも冬でも美味しいわ。あ、そうですね。関係ない季節、美味しいですね。そのもう開けないといいね。そうね、シュークリームの生地作るところからまたこれビデオ作らなあかんよね。そうね、ちょっとめんどくさい。めんどくさくないけど、まあ難しいか、完璧になったらそんなに簡単じゃない。逆に言ったらというか、最近そのマリトッツォのビデオ作って、マリトッツォ流行ってるから、マリトッツォの生クリームに代わりにこれ入れたらめちゃくちゃ美味しいじゃん。と思います。ほら、いやいや、えと思いますでしょ。マリトッツォのビデオ見てください。これ挟んでめっちゃ美味しい。どうその、実際にそのメリンゲも、メリンゲ、メレンゲ、メレンゲと生クリームをフィップでしょ。あ、はい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 、それも中にこれを挟む。ビスケットこんな感じしたら美味しい。はい、いっぱい使いますよ。はい、昔のビデオ見直してください。はい、ではでは、またまた、チャオチャオチャオ、グラッツェ、ボナペティト、ボナペティト。